緊急事態宣言お前に出せというタイトルでね始まりました。今回の動画本当にね、私思うんですけども、この動画見てる方もそうですしね、速稼塾に関わる方とかもう本当述べつ幕なしにもう誰でもと言ってもいいですよ。いや緊急事態でしょ、こんなね。政府の出す都道府県別の緊急事態宣言なんて甘々の甘ちゃんですよ。こんなものはね、無視、こういうのはどうでもいいんですよ。そんなことじゃないと、もうそんなものがあろうがなかろうが、コロナがあろうがなかろうが、あなたの人生は緊急事態じゃないですか。いや私も自分の人生緊急事態だっていうふうにね気づくんですよ。だからやばいなと思いますよ。まあ正直言って私は気づいてないですけどね。私は目の前にあることをただやり続けただけで、あ、当時緊急事態だったんじゃんみたいな感じでね、今更気づくみたいな感じだったんですけども、私はちょっとね特殊な例なんで置いといて、私から見させてもらうと、緊急事態宣言の人ばかりですよ。お金に困っていたりね、体力なかったりとかね、気力がなかったりとか、いろいろお困りだと思いますよ。本当緊急事態宣言ですよこれは。だから緊急事態宣言を誰かが出してくれるのを待つんではなくて、自分の地区がどうこうじゃなくて、あなたの存在が緊急事態ですよ。早く問題を片付けないと、もっともっと状況悪くなって、ウイルスなんて問題にならないくらい追い詰められちゃいますね。コロナウイルスはどこかで平衡を保ってね、この私たちの暮らしに、まあ、ある程度のね犠牲を強いながら、まあ続いていくでしょう。きっとね、インフルエンザですとか、それからなんか単なるね鼻風邪とか花粉症とか、あの程度のものになっていくでしょう。今私たちはちょっと恐れすぎているところがあります。緊急事態宣言をね出すんだったら、多分ね、何ですか、全国で感染が1000人とか2000人とか5000人とか言ってますけども、おそらく今日下痢でお腹を壊してる人の人数の方が多いはずね。感染もしないのに単独でお腹痛いなと思ってる人の方が多分ね多いと思うんですよ。でも感染するのに数千人程度ね、程度といっては当事者の方にちょっとね申し訳ないかもしれませんけども、数字だけを捉えるんだったら恐れることは何もないと思います。例えばね、去年の今頃、来月は日本はニューヨークになってますよみたいなことね言う人いたでしょ。1ヶ月後の日本は武漢だみたいなね言ってた人いるでしょ。どこがどうなったんだ。それよりも懐状態、気力の問題、体力、人間関係どうですか。緊急事態じゃないですか。いや私はね、そこに気づかないといけないと思う。余裕がある人はいいですよ、緊急事態でも何でもないんだったらね。お金の問題も当面なんとかなるかなみたいな感じとかね、体力もまあまああるかなとかね、まあ老化もそんなに気にするほどじゃないしね、頭も薄くなってないしとかね、まあ吉谷さんじゃないですけどね、まあいろいろとお悩み事、お困り事はそれぞれ大小あるでしょう。でも緊急事態と考えないといけないものをどうもやり過ごしてるような気がします。そしてどうでもいいことに危機感を募らせすぎている、このアンバランス、まあ端的に言うとお金ですよ。お金の余裕がある人は私が見るところあまりいないと思うんですよ。でも行動は緊急事態になってないですね。それこそ一刻も早く動かなければならないと思うんですよ。例えばね、台風が迫っていたらね、庭を片付けて網戸を閉めて必要なものを買い込んでね、多分家にこもると思うんですよ。傘さして外に出ようなんて思わないでしょ。危ないですから。雨だけでも危ないのに、風に吹かれてね、傘すっ飛んでいっちゃったとかね、いろんなものが飛んできて刺さったみたいなことになってもいけないですから、やっぱりそういう時は身をかがめてじっとしていかなくてはならない。でもじっとしている期間が長ければ長いほど疲弊していくじゃないですか。要するに台風は台風以下って言葉のように去るからいいんですけども、その危機ってのはね、ずっとそこに留まっているから、危機なんですよね。例えばお金がない問題とか、ほっといてお金がね生まれてくるっていう状況はほとんど考えられないんですよ。金利ビジネスもしてない限りね、金利が月末になったら入ってきますよってんだったら1ヶ月耐えていけばいいんですけども、入ってこないでしょ。入ったにしても暮らしを支えるほどではないと思うんですよ。緊急事態じゃないですか。逆に月末になったら引き落としが始まるわけじゃないですか。いや危ないですよ。だからこの緊急事態にいろいろ備えておくべきだと思います。まあ東京都のね緊急事態宣言、大阪、京都、いろいろあると思いますけども、そんな甘ちゃんじゃないですかね。なんかお酒を飲むな、なんかするな、いやいやね、金がなくて酒なんて飲めねえよと、金がなくて外食もともとしてねえよみたいな、そんなね人たちになんか飲食店のね利用制限とか言ってね、ちゃんちゃらおかしいって話でしょ。だから普段飲食店使ったり夜飲みに行ってる人、そこそこ豊かな人は、なんだよ政府めんどくせえなみたいな感じだと思いますけど、そういう方は大して緊急事態じゃないんですよ。問題は
普段からそんなねお酒を飲むなって言われるまでもなく、飲んでないですよ、そんな余裕がないんだからとかね、それから外食をするなっていうふうなねことを言われるまでもなく、外食なんてするほどないですと切り詰めてますみたいな方は本当緊急事態だと思うんですよ、人に言われるまでもなく。だからやっぱりその緊急事態に対して自分の行動を合わせていかないといけないかなと。少なくともじっとしている時期は必要ですけども、じっとしすぎると今度動く時にも動けなくなっちゃいますし、結局誰かがね、なんですか、遭難した無人島にいる人の目の前に、向こうの方にね、遥か彼方の沖の方に船がポーポーって通り過ぎるのを待つだけで、遠すぎておーいおーいってやっても全然聞こえないですよね。船にはいろんな音が混ざってますからね、スクリューが回っていたりとか、煙突から煙が出ていたりとかね。煙突から煙っていうのは最近の船はないのかな。まあでもね、本当でっかい船でも、例えば50メートルぐらいの、ね、タンカーでもなんか7人ぐらいで動かしてるらしいんですよ。だから実際そんなに昔みたいに人が乗ってないんで気づかれないようです。うん、だからどんなに声を上げても相当でかい声を集団で上げない限りは気づいていただけないんですよ。だから自分でその無人島で砂を掘ってね、なんかこう貝殻見つけたりとか、海底に潜ってですね、ちょっと素潜りして使えそうな、なんか漂流物をね組み合わせて、なんとかそこを脱出するイカダを作んなくちゃいけないんですよ。それがまあビジネスに似たようなもんだと思うんですよね。うん、やっぱり苦境を脱出するためにはビジネスをしてお金を作っていくこと、これがまあ緊急事態に陥った時にできることなんじゃないかなと思うんですよ。吉田さん言われたように投資とかね FX ってビジネスじゃないんですよ。あれは作業をして超反博打なんですよ、究極あれは。超反博打の偏りをある程度予測はできますけども、まあでもね、厳密に言うと FX とか投資でもないんじゃないかなと思います。もちろんね、一定のレベルで学習を繰り返すと勝てるようになるんですよ。だけど、やっぱりね、値動きって読めないんですよね。読めないんで外すこともあるんですよ。外した時になんでなのかよく分かんないです。だからどっかで大きなしくじりがあったりとか勘違いがあったりすると思うん で、私はね、投資に回せるのは余剰資金だっていう考え今でも変わらないですし、余剰資金がある以上もお金に困ってないってことなんですよ。だからお金に困ってない人がマネーゲームをするのが FX だったり投資だったりするのかなと究極思いますね。暗号通貨もそうですよ。でも大抵の人はそんなことやるよりもビジネスでいつでも余剰資金作れるぐらいの力つけとかないと自分の緊急事態をね救えないと思いますよ。ですんで今回ね、政府からの緊急事態宣言出てますけども、自分で商売インターネットでできる方はあんまり困んないばかりか、逆に売り上げ上がっちゃったりするんですよね。緊急事態宣言が出てくると在宅率上がりますから、そうすると皆さんね、いろんな情報を取るために不安だとスマートフォン見るんですよ。でそこに情報発信して仕掛けておけば、まあ集客成功みたいな感じでね、発信したものが拾ってもらえる可能性が高くなるということで、これ昔から言われてるんですけどもね、転売をする時でも何でもそうなんですけども、ネットビジネスする人はみんなが休んでる時、雨の時、在宅率が高い深夜、こういう時に売り上げ上がるよってことなんですよ。だからみんながね、真面目に外に出て働いてる間とか、お昼の平日とかはね、全然ねアクセス取れないんですよね。まあだからそういう時は、まあ主婦向けとかね、最近主婦っていうのはないと思いますけども、うん、まあ、そういったターゲットになってくるみたいなね、そんな分析ありましたけどね。懐かしいですね、こんなこと言い出したらね。だからね、お前が緊急事態だよっていうねタイトルで今回お届けしましたけども、お分かりいただけたでしょうか。では。